どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク、第20回占領戦、人間側の勝利で終了しました。本当に人間側の皆さん、お疲れ様でした。今回も例のごとく引いていきたいと思います。行きましょう。まあ今回で20回目なんですけど、まあよく20回、乗り切ってきたなと。まあ報酬うまいからっていうのもあるけど、同じことの繰り返しだったからなかなかね最近はきつかったんだけど、今回から派遣のシステムが変更になりまして、ぐっとね難易度が上がって、より自分の手で操作しなきゃいけないということになりまして、まあそれはいいんじゃないかなと、はい、思います。で、またね派遣キャラをこれからどんどん集めていかなきゃいけないよということで、やり込み要素って言っていいのかな、まあそれも増えてですね、占領戦に、勝つ意味というのもですね、出てきました。占領戦に勝って、ガシャをいっぱい引いて派遣を集めるということでですね、皆さん本当に占領戦自分のね、なったチームの方を勝たせるよう、これから頑張っていくと思うんですけども、まあ、やっぱりね、目玉、今回の占領戦の目玉といったら、やっぱり逃走ですよ。逃走。うん。逃走みんなやった方がいいですよ。報酬はめちゃくちゃ美味しいんで、うん、絶対やった方がいいんですけど、僕はね、ツイッターでアンケートを取ったんですよ。逃走について。逃走は面白い、面白くないみたいな。二択。もう、何も考えずに主観で答えてほしかったから、二択で、やったんですよ。どちらかといえばとか、もうそういうのは入れずにね、面白いか、面白くないかの二択、もう主観で答えてほしかったんで。で、まあ、結果なんですけど、圧倒的に面白くないが多かったっていうか、もう 75、6% 面白くないが占めてて、4人中3人は面白くないと考えているわけです。はい。まあ、なんでかなって思った時に、まあ、やっぱりその、どうしてもね、強いキャラクターを持ってる人には勝てないし、まあそんなこともない、強いキャラクターを持ってる勝てないことはないんだけど、アタッチメントが必要になってたりとか、キャラクターもそうなんだけど、やっぱり、キャラが揃ってる人が強いのは、まあ、それは当たり前。っていうか、もう、ソシャゲにおいてそれは当たり前なんだけど、オートバトルっていうのも、まあそうなのかな。まあ俺も正直ね、キャラ揃ってるけど、やってて、あ、これは、正直、飽きるなとは、ずっと思ってた。ずっと思ってたし、もう最後の方になってね、必死にコインを集めてたのよ。報酬を交換したいから。まあ結局最後、促進剤2個ぐらい交換するの忘れてたんだけど。結局コインはね、1000、あれね、順位報酬回して今1000、どれぐらい ?200 ぐらいあるのかな、まああるんだけど、まあ、結局ね、報酬が豪華じゃなかったら飽きるなとは思う、俺も。で、勝てないと、まあ、それなりに時間かかるんだけど、別にね、闘争ってね、負けてもいいんだよ。闘争って負けてもいいから、とりあえずコインは稼いで、闘争コインね、闘争コインは稼いで、ショップにある、促進剤と石とガシャチケは必ず交換しようぜってことですよ。しかも今回の闘争ショップ、もう第1回闘争終わったんですけど、第2回の闘争ショップ、なんと SSR の派遣有馬さんが交換できるっていう、しかも6だから、フル覚醒までいけるっていう、まあ、その代わりめちゃくちゃ回んなきゃいけないけどね、めちゃくちゃ回んなきゃいけないけど、SSR の派遣有馬さんが6体手に入るということで、別に重ねなくても、あれはバラバラで使ったらいいから、派遣キャラ大事だからね、数的に。だからみんな闘争はやった方がいいです。ただ飽きるのはわかる。飽きるのはわかるし、面白くないのもわかるけど、闘争はやった方がいいです。はい、俺ももう無心でやるしかねえ。もう無心でやるしかないんだ。負けてもいいから、はい、闘争ってスタミナ無限なんで、基本的にね、クレジットは使うけど、クレジットなんてさ、すぐ稼げるじゃん。お金が3倍になるチケット使って、で、このゲームスタミナ性ないから、まあ、ずーっと、まあ、テレビ見ながらでも、ゲームしながらでも何でもいいんだけど、ずーっと置いとけばいいだけの話だから、オートにしてね。お金はまあ、集まると、じゃあもう、スタミナは無限と、まあ、半永久的にまあ、無限だと、いうことで、闘争をね、3回負けて1回勝つんでもいいんですよ。それで、闘争コインを集めて促進剤をゲットという。まあ、月のね、RC ポイントと合わせると、40個は必ず集めれるでしょう。で、占領戦がまあ月2回、1回半ぐらい開催されるとして、まあ、100個ぐらいは集まるんじゃないかなと思います。はい。確実に。確実っていう言葉は、ふさわしくないな。
まあ派遣大事だから今回はこの SSR のキャラクターから引いていこう。今ね、逃走リリース記念のさ、季節物限定のガシャ、バレンタインだとかクリスマスだとかハロウィンだとかの、キャラクターたち、まあ、結構強力な派遣キャラ多いんですけどがね、一斉に集まった逃走リリース記念派遣ガシャっていうのをやってるんですよ。あれをね、ちょっとね、もうがっつり回してやろうかなと思って次の派遣をちょっと楽に、派遣じゃないか、次の占領戦から派遣をね、楽にしたいんだよ。正直今 SR の派遣キャラも重宝して使ってるから SSR だけでねどうにか賄いたいんだよね。だから回そうかなって俺の中で思ってる。まあまだあと2週間ぐらい期間はあるからちょっとじっくり考えて回していこうかなと思います。っていうかもうあと1週間ん？あと3日4日で次の占領戦が始まるんで早く決断するべきなんですけど、S ランクはね、なかなか回収する時間もないし1個か2個をさ1時間派遣で回してたんだけど、正直 S ランクの区4つか5つぐらいあったのかな。それはね全部ね1時間で返せるようにはしたい、どうにか。ただそれには多分ガチャさんの SSR 無時短系持ってるやつとかすごいいっぱいすっごい数が必要になるからね。ちょっとボックス整理しよう。でまあこの前あげたコールトゥイグジストの動画なんですけど、まあ思ったより反響があって、まあやっぱみんなあのゲーム楽しみにしてるんだなって、はい、改めて実感しましたね。もう本当にね、早くね何かしら情報を出してくれないと2019年ももう折り返して1ヶ月1ヶ月は経っちゃったから、もうそろそろね12月に出すとしても1年遅れでね出すとしてもそろそろ情報をくれないとこっちが不安になっちゃうぞって。頑張ってほしいね。開発中止だけはねやめてほしい。って言ってもまあ致し方ない事情もあるのかもしれないけどね。お、平子さんじゃん。平子さんといえば今共同戦線で、もらえますね、平子さんのプレイヤブルキャラクター。なんか最近さイベントとかでももう RE のイベントになってからずーっとこの派遣キャラばっかりがさイベントで手に入ってたじゃん。昔はプレイヤブルキャラクターがちゃんと手に入ってたんだよ、昔の無印の頃のイベントではね。なのに RE になってからまあ派遣っていうシステムも出てきたしリニューアルで、まあ、派遣キャラになったのかなっていう。やっぱり欲しいよね RE のキャラクターたち、プレイヤブルキャラクターで。お、フルタ売ったんだよな、フルタもいっぱい 3体ぐらい持ったんだけど普通に売りましたね全部。RC ポイントがもう溢れに溢れ返ってるからさ。さあラストは誰で締めてくれるのか。捜査か、なるほど。最後はハイセね。俺めちゃくちゃハイセ持ってんだよな。2人分ぐらいごとつできるぐらいハイセ持ってんだよ。またハイセ来ちゃって。まあいいよ、こいつ結構優秀だし。はい、ということで、今回は第20回、ついに20回ですよ。はい、20代に乗りました。占領戦終了ということで、改めて人間側の皆さん、本当にお疲れ様でした。またね、次回の第21回占領戦も勝てるよう頑張っていきましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。